はい、今回はですね、このリタライフ水素風呂はステンレスのお風呂には使えるんでしょうかっていうご質問が来たのでお答えします。で、やっぱねこれ電極を使ってやっぱりこう水素を発生させているのでステンレスの浴槽が変色する恐れがやっぱあります。で、取扱説明書にも一応そのように書いてあります。はい、ステンレスのお風呂には変色する恐れがあるので使わないでくださいって書いてあります。でですね、でもステンレスのお風呂で使いたいって方多いと思うんですよ。じゃあどうしたらいいかと言ったら、電極の部分が直接浴槽に接触、触れなければいいので、例えばですね、陶器製の器、まあ普通の例えば皆さんお食事で使ってるまあちょっとお皿なんですけど、まあ、その陶器のお皿をそのお風呂の下に置いて、でその上にこの電極を置けば大丈夫というふうにメーカーではおっしゃっています。なので、まあどうしてもステンレスのお風呂で、これリタライフ入りたいんだっていう方は、まあ、水素風呂を作る段階この電極が触れるっていうのがまずいんですね。なので、まあ、陶器ですね、100円ショップにも売ってますよ。お皿でもいいので、これが入るぐらいの陶器製の器を買ってきて、お風呂の底に沈めて、これを置いて、水素風呂を作っていただくっていうのが、やはり一番のおすすめの方法だと思います。ということで、今回はですね、水素風呂リタライフは、ステンレスのお風呂でも使えるのかっていうことをお話しさせていただきました。